はい、おはようございます。今日は黒橋ため池にやってきましたけどね、はい、この辺ね、黒橋芝垣の宮あたりかな、この辺らしいですね、はい、まあ、後で水天皇の陵も回りますけどね、黒橋ため池でございます。それで去年、今年の正月来たんですけどね、その時にこの杉がね、10メートルぐらい低かったかな、こうね、ずっとあの堤防からずっとこっちの方までね、カヤックやってあるんですよね。あの向こうから約500メートル以上あるらしいんだけどね、カヤック棚田大好きさんかな、ここでやってあるんだけどね、ちょっと端まで行ってみましょうか。ここ一周するとね、約1時間ぐらいかかるんですよね。ビビエが何か所かあるんでね、すぐ横やけど、ぐらっと回らないかんからね。いや、こんな水位は初めて見たね。あと10メーターぐらい落ちたら本当にね、地肌が見えて。田中さんね、今どっか行ってはりますよ。東南アジアって言うとったけど、どこだったかな。いやー、誰も入ってへんね、これ。トンボ池広場110メーター、芝垣の宮広場200メーター。あ、この辺かもしれんな、こっからやね、この辺かもしれんな。どうもこんな感じばっかりやからね、ここはまだ入り江が浅いけどね、深いとこは何百メーターもある中入らないかんのでね、大変なんですよ。ここはトンボ池公園こっちは近道しましょう。今鳥の声がしたんだけどね、どこ行った。あそこおるんか、カモでしたね、カモ。トンボって今頃やったっけ。どうもわしらトンボ夏というイメージがあってしゃあないんだけど、夏から秋ね。あ、蝶々もおる。トンボ池公園だけどトンボおりました。はい、ちょっと行ってみましょうかね。むっちゃ気持ちいいんだけど、なんでこれ。音も何にもしないんだけどね、轟音がしたんだ。すごいな、この音。撮ったかな、この辺から撮ったな。止めれるかね、車。止めたら撮りますけどね。はい、こう去年撮りましたね、こう思い出しました。ずっと歩きましたわ。ちょっとだけやけどな。一周回った時以外にね、こう撮ってるんですよ。あ、やっぱりすごいこれ。ここがね、この下まで全然ない時来てるから、もう地肌がね、全部見えてましたからね。10メーターぐらいなんか、水位が落ちてるみたいになりましたけどね。ああ、歩いてあります、335は。ものすごい水の量がね、増えてますから。宮広場でございます。ここにはね、トイレとね、ここはトイレでございます。で、横は駐車場になってますからね。はい、駐車場ね、3、40台が止めれるかね。はい、ちょっと行けんかね。カラスがちょっとね、今日は占領してますけど、カラスが庭で占領してますけど、私が行くのはね、あの向こうに古墳があるんやけど、あの古墳をちょっと眺めたいんだけどね。これやろ、どうする、これ突っ切っていこうか。あ、これ行けるな、これ行きますわ。
今日は奈良でございますね。奈良は蛇多いからね。この付近にあるんですけどね、古墳が。どこだ？あそこだ。どう、中入れたかな。このぐぞーっとね、これ入りやけど、ここを取ってね、ミサイルが突き出てますが、ここに古墳がね、何キロあったやろ。中入れるかね。あ、ここに看板がありますか。ちょっと見てみましょうかね。いやー、これかぶる、中入れそうな雰囲気ないな、これ。やぶになってるね。ほら、ここになった、ほら。これは下の駅の古墳。横穴式石碑。ここで、3基が発掘された。どこあんねや、3基。ここ、どっかで見る。どっかで見たけどね、どの辺やったっけね。もっと奥やったっけ。これはちょっと、上がった後あるけど、どうやろうね。お、ここじゃあるやん。あれ、思ったより広いね、これ。虫いっぱいやけどね。どうかならんの、これ。横から入られないん、これ。ここから中が入るか。失礼します。いや、思ったより広いね。この石の形はちょっと古いかもしれんな。ちょっと古いですな、これは。石棺はないね。ちょっとだいぶ古いな、これ。これやったらどうやろう、ね、5世紀くらいちゃうんだろうか。厚みでようか。ちょっとね、横荒削りやからね、石もね。はい、ありがとうございました。こんなとこ石図見れると思ってないからね。これ大きな、これ英語も8メートルぐらいある書いてあるけど、え、これやら、もう一個、こっちもあるけど見当たらんか。ちょっと雨上がりやから、もう下が緩いね。ずるずる入るわ。あら、崖になってるわ。あの上なんだ。これ落ちたが最後やね、これ。落ちたら崖やから下は右やし。怖っ。怖い怖い。へっぴり腰で上がってるけど。これ動くね、これ、これ、これ。なんかお手やんのやろうけどね。崩れたんだな、これ。残念。残念でございました。古墳は見ませんでした。下が緩いからね。
変でございます。おお、山通じがここに石棺、石碑見るのはここだけかね。よくから来れたんだこれ。よくみんな入ってんだよこれ。ちょっと危なございますわ、あまりにもね崖やから。あとね、あと2基あるんやけど、どこあんねやろね。これちょっと地図あんねやろ。地図ないか。地図ないねんな。え、これは翡翠が入ってるけど、どこやろ。石棺が入ってるみたいな。これか。おお、これ大きいわ。これ見逃すとこやったね。はい、ちょっと入ってみましょう。これ大きいね、これ。先のようなこっちの大きいね、これ入れるか。せっかく入ってないけどね。これ広いよ、これ。これは広いね。あれ、石棺入ってないね。高さも2メートル5、60あるけどね、3メートルぐらいあるよ、これ。広い広い。はい、ありがとうございます。ここじゃなかったよ、石棺は。どこだ？ここではない。ほら、どこの石棺なんだよ。これは入り口はこれ以外にどこないんかね。こんなところ、こんな大きな、ね、石碑があって、石棺入ってなかったけど、もう一個どこあんねんな。いや、入ることないね。どこだろう。もう一基あんねんな。この奥あんのかね。このぐらいに。これはちょっと見当たらなくて。ETC カードを確認しました。
ちょっと読まれないね。ちょっと何て書いてあるんだ、イベートとかじゃないな。来た時は本当に少なかったんでね、10メーターぐらい下がったらしいんでね、すごいことになってますけど、ちょうどこの奥の方から今ずーっとこうね、あの奥からずーっと来たんだけどね、撮影しながら、ちょうど奥の方見えんかね、奥の方がね、ずーっと奥の方から撮ったんだけどね、あれ見えんかな、どの辺やったんやろうね、ダム堤でございます。200メートルぐらいありますけどね、まさか田中さんやってないやろうね。いや今ね、東南アジア行くだからね、誰かやってるぞ。違うかね、向こうから見えたいことはどうやろう、この辺かね、この辺かもしれんな。さっき行ったとこがね、この付近ですよ。ここやな、この付近、この付近からずーっとね取材してきたんだけど、この約500メートルぐらいらしいけどね、なんかカヤックを持ってきて一品やってみたいね。しかもおもろないから、ただ湖やから、ただのため池やからおもろないかな、川じゃないから。あの琵琶湖でやった時はね、波がすごかったんでね、覚えとるけど、波が何メーターって2メーターぐらいあったかね、あれ、あんな波だとおもろいけど、これだとおもろないな、波も全くないもんな。はい、ため池で堤の反対側見てみようか。あー、これも下まで降りたね、100何、200はなかったかな、ここで上がってきたけどね、あの全部あの撮影がされてなかったよね、シミがいっぱいで、あれがっかりだとね、あの下まで、あその橋のところに行ったんやけどね、あの橋のところね、4月の28日でございます。はい、水満タンでございます。はい、暗いため池からでした、ありがとうございました。ずっと歩けますよ、こう一周4キロぐらいあるらしいんでね、1時間ぐらいかかったら歩きますよ。はい、ありがとうございました。